ファンサービスが神な選手といえば、テルはファンサちゃんとしてるから偉いよ。他は虫ばっかやもん。公式動画とか佐藤だけは絶対嫌がらずファンサしとんだ。そういうことちゃんとしてるの。ファンはちゃんと見てるし応援してるわ。梅野はファンサ神やぞ。お前金も結構巻き上げるやん。それってファン見のこと。別にそれ行かなくてもキャンクとかサイン書いてくれるし、普通に無料のファンサもいいぞ。今まで一番ファンサ良かったのは大山さんだな。沖縄に自主練り見に行ったけど、ファウルボールが一緒に見に行った子に当たりそうになって、それを見ててわざわざ来てくれて大丈夫ですかって心配してくれて、嫌な顔せずに男にもサインをして、しかも謙虚で丁寧に夜に居酒屋行ったら大山さんたちがいて、入った時に目が合ってお辞儀してくれて、すごい優しかった。大山もほんといい子すぎるような、素敵な青年やで。梅野の自主キャンプとか見に行くとファンにアイスをごってくれるで。大山神庵春江さんも言ってたけど、大学時代からめちゃくちゃ真面目で遊びに行かなかったらしいな。優しいな、これはファンになるわ。去年に群落ちで落ち込んでても、小さな子が頑張ってくださいって言ったらありがとうって言ってた動画がツイッターにあった。